ラルフ・ダーレンドルフ・ダーレンドルフ男爵ラルフ・グスタフ。ダーレンドルフは、ドイツ生まれのイギリスの社会学者、政治家である。壮年期以降はイギリスで活動した。ハンブルク生まれ。ナチ党政権期に、反国家活動に参加した友人を持っていたことにより、政治反強制収容所へ送置された経験を持つ。このことがきっかけで、彼は、政治の世界と深く、 関わりを持つようになった。政治家としては、1967年に、バーデンビュルテンベルク州選出の自由、民主党議員として、西ドイツ連邦議会に議席を獲得して政界へ進出。西ドイツ政府の外務政務次官として活動し、ヨーロッパ共同体及び欧州委員会の外務、教育、科学等の分野における専門委員も歴任する。 1974年には研究生活へ戻り、ドイツだけではなく、イギリスやアメリカでも、精力的に研究活動を行っている。イギリスのロンドンを拠点に活躍。1982年に、サーの称号を授与される。1993年に一大貴族のダーレンドルフ、男爵に除され、イギリス貴族院議員となる。2007年には、 アステリアス皇太子賞の社会科学部門を受賞する。2009年6月17日、ガンのためケルンで死去。ハンブルク大学を卒業後、ハンブルク大学、コンスタンツ大学、チュービンゲン大学の教授を歴任。1974年から約10年間、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスの学長を務め、1987年から1997年に、 オックスフォード大学生とアントニーズ・カレッジの教授、学長を務めた。社会学者としてのダー・アーレンドルフは、タルコット・パーソンズの社会システム論に代表される、均衡理論を批判し、マルクスの階級闘争論を、マックス・ウェーバーの権力概念によって、再構築した、独自の紛争理論を提唱したことで知られている。また、人間は社会においてそれぞれ与えられた役割に、 したがって行動する存在であるというホモ・ソシオロジクスこの概念を提起したことでも有名である。長年、ヨーロッパの社会学会に影響を与え続けた論客の一人である。ラルフ・ダー・レンドルフがシトロベン、NZZ オンライン。ありがとうございます。